よいしょ。どうも、皆さん、ささこです。こんにちは。ちょっと体勢おかしい。めっちゃ中腰。今日は、前々からリクエストいただいていた、お部屋の紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。まずはこのメインの収納の棚ですね。私の部屋の家具はほとんど無印で構成されておりまして、これは無印のスタッキングシェルフのオークを、2段と3段を L 字型に組み合わせて置いています。でこのスタッキングシェルフの中にこうしまっているチェストとかこのカゴも全部無印のやつ でここには部屋着とか日用品とかそういう使う頻度の高いものをこの辺にしまっています。ちょっと部屋着ダサいのバレバレなんやけど、なんやこの色合い。あとまあダッサこれこれは足の冷えない靴下、これ超あったかいからおすすめよ。こっちちっちゃい掃除機とか、まあ、ここはあんまり普段よく使わないなんか折りたたみ傘とかなんかカメラとか、なんかそういうのがここに入ってたり、ここが一番よく使うゾーンでスキンケア系のものが入ってます。このニュートロジーナ多すぎやろって感じやねんけど、これはアマゾンの定期便を頼んでて使用ペースと届くペースが合わなくなってきてだいぶ溜まってきてます。ちょっとアトピー持ちで保湿するのがすごい大事なので、このニュートロジーナいつもお世話になっております。あとこっちのちっちゃいカゴはいつも裏上がりこのカゴごと出して使うようにしてて、この中は、まあ、化粧水乳液とか、まあ、お薬系とか、うん。でこの上の段、ここはドレッサーみたいな感じにしてて、こっち側デスクのこの椅子をこっちに、おいカメラついてこい、こっち側に移動してここに座って、でここでお化粧したりとかするっていう感じになっております。でこの鏡はフランフランで買ったハリウッドミラー3段階に光るやつで、こっちはこれも無印のちょっと正式名称を忘れちゃったんですが、小物入れるプチ引き出しみたいな感じですね、まあ、こういうペンシル系のものをこうやってしまってたりとか、あとちょっとアイシャドウを集めるのが好きでここに、楽天のポイントでコツコツ集めたディクションのアイシャドウが大量にしまわれております。でもこの引き出しあんま入んなくて、この一つの引き出しにつき6個入るんですけど、もう結構パンパンやから、まあ新しいの買ったら古いのを処分するっていう感じで、まあ、めったに買わなへんねんけど、うん、ここに入る分だけの化粧品をいつも使ってます。でこっち側は、ちょっと大きめの引き出しなんですけど、こういうパクト系の形の化粧品とか、あのこのベニネ大量の唇1個しかないのに容器ありすぎやろ、うん、大量の紅が入ってます、はい、でこの上にはこのブラシとか、あと引き出しに入らないような大きめの化粧品だったり、この箱はちょっと無印ではないんですけど、アンブラっていうところのやつなのかな、これはアクセサリー収納になっておりまして、こんな感じでダーンとアクセサリーがしまえるようになっています。この中に入ってるのは全部ピアスですね。ちょっとネックレスは痒くなってつけられへんのと、指輪はちょっとお指様がちょっとね大きくなられて合う指輪がなくて、まあ、でちょっと耳しか飾るところがないもんでして、でピアスばっかり集めてます。結構ねでっかいごっついピアス大好きで、こんな感じのド派手な
ピアスがいっぱい入ってます。これは多分大学の卒業式の時に買った一番持ってる中で派手なやつかも。これさ、あのお邪魔女ドレミのさ、あのなんかビーズブレスレットメーカーみたいな感じのさおもちゃあったやん。なんかあれみたいで、魔法少女みたいでいいなと思って買いました。でこの上に置いてあるちっちゃい小物入れの中にも、ここは本当にこの小ぶりなピアスとか、あこの入れ物はちなみになんか骨董品屋さんみたいなんで買ったやつですね。でこのラッシュの石鹸のケースなんですけど、これはこの中にはヘアピンとかが入ってます。この棚はこんな感じになってて、この棚の使い方の兄貴ポイントがですね、2段の部分はさっきみたいに椅子を持ってきてドレッサー代わりにしてるんですけど、でこっちの1段の方をベッドサイドテーブルも兼ねて使っているという、この狭い部屋の中でね、この棚を超有効活用してます。でこっちはまあベッドサイドテーブル代わりにしてるので、まあ、この電源をここに固定してたりとか携帯いじったりするからさ、あとまあ時計置いてたりで、まあここにおなす様が寝て おられますけどこの野菜のぬいぐるみはこれイケアで買ったナスのベッドですね。でこっち側がそのままベッドになってて、このベッドも、無印の足つきマットレスですね。この布団カバーはなんか韓国輸入雑貨みたいな店でぼったくり価格で買ったやつですね。あとこの窓際のところにはこのアロマディフューザー、これも無印のやつね、これを置いてたりとか、でこの隣は植物とかこんな感じでなんだら置いてて、このトレーもあのぼったくり韓国雑貨で買ったし、ちょっと怒られるのはぼったくり言ってたまあそうじゃないと利益出ないんだろうけど、まあそんな話は置いといて、でこのサボテンのね、この水耕栽培用のこの花瓶は同居人に誕生日プレゼントでいただいたやつで、あの島の動物の森の島の名前もあのピンクブルー島とかつけてるんですけど、私このピンクと青の組み合わせがめっちゃ好き でそれに合わせてこれを買ってくれました。でこのペットボトルがめちゃくちゃ可愛くてずっと捨てずに使ってるんですけど、これはなんかあのあれですね、コスメであの売ってるようなおしゃんなお水、この中に水入れて、まあここにこの植物に水やったり、あとこっちのアロマディフューザーに使ったり、まあ水差し代わりで使ってます。それからこの部屋の角にあるこの間接照明はイケアのやつですね。このスタンド自体は多分超安いやつなんですけど、この電球があのスマート電球って言って、もう説明しなくてもいいかもしれんけど、この遠隔で色とか明るさを調節できますみたいなやつですね。全然カメラでわからんねんけど、普段は結構白目の色で明るく使ってるんですけど、夜は暖色で一番暗い色にして使ったりしてます。でこっち側の壁にずらっと吸音材が貼られてます。この吸音材はAmazonで適当に買ったやつで、賃貸なんで一応傷つけない貼り方はしてるんですけど、多分もうやっちゃってるなって感じ。よし、じゃあ今日のメインコンテンツのデスクを紹介していきます。まずこのお机は、これはもう無印のやつですね。これもオーク材のやつに揃えておりまして、これは天板の大きさと足のサイズをこうバラバラに選んで組み合わせられるデスクで、本来はこういうデスクの使い方っていうよりはダイニングテーブルとして使うのを目的にしてるっぽい商品でした。天板の大きさは横幅が120の奥行きが60、足はもうちょっとあの短いやつもあったんですけど、私はデスクとして使ってるので70センチのやつを使ってます。この椅子はですね、ハーマンミラーの、セイルチェアというものを使っています。結構いい椅子で、エルゴノミクスチェアとか言って、その人間工学に基づいた疲れにくい椅子みたいなやつですね。デスクワークの人にはこう必須のアイテムというか、いい椅子でいつも作業させていただいてます。
でもこの椅子実は今仮で使ってて本当はね、同じハーマンミラーのエンボディチェアっていう椅子を今注文してるんですけど、今注文っていうか4月に注文してんだけど、どうしても欲しい色があって、そしたら受注生産になっちゃって、4月に注文したのに9月に届くってなってて、でもこの間ちょっとコロナの影響でまた遅れるってメール来てたから、まだ当分このセールチェアにお世話になることになりそうです。それからこの棚、これも無印の、これは正式名称何やったかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあ無印のやつ、この棚板の位置をこう自由に変えられるというか、好きな位置に設置できるので、このゲーミング PC を一番下にしまって、でその上はいろいろ雑貨を置いてるっていう感じですね。これちゃんとさ正しく組み立てたのにさ、めっちゃグラグラすんねんな、これなんでなんやろ。よし、じゃあデスクの上紹介していくか。ちょっとガジェットの紹介が多くなっちゃうんですが、ざっとこんな感じになっております。ちょっとウィンドウ閉じとくかよし、まずはモニターね、ドドンとデュアルモニターでやらせていただいてもろてますけれども、これは23インチの LG のモニターですね。23インチで 4K のモニターって言ったらもう LG のやつしか出てこないんだよね。まあそれは大げさかもしれへんけど、まあ Amazon くんがご利用ししてくれたのでこれを買いました。本当はこのデュアルモニター、ちゃんと中央に設置したいんですけど、他のものとの兼ね合いで今こんな感じでちょっと左寄りな配置になっています。でこのモニターは、Amazon で買ったモニターアームで固定されています。ちょっとケーブルが多くて見えにくいけど、それからこのマイクね、これはブルーエティのマイクを使っています。このマイクアームも同じメーカーのやつですね。この固定の仕方多分間違ってんねんな、違うねんな。でもさ全然うまくできひんくて、なんかもしかしたら危ないんかも。もし有識者の方いらっしゃったらコメントで教えてください。収録したり配信するときはこっからアームを下げてきて、でこんな感じで収録したりしてます。このモニターはこの正面の右側のモニターを一応メインモニターとして使っていて、こっちで主に作業することが多いんですけど、この左側のサブモニターの方はこの上にもこの Wii リモコンのセンサーバーとかついてるんですけど、入力の切り替えで、ゲーム画面が映るようにしています。このモニターの使い方がいいのか悪いのかちょっと微妙なんですけど、ちょっとずっとジンバルのずっと声見えてるやん。まあ、普段ゲームしてない時でもこっちのサブモニターにはYouTube 映しながら作業したり、まあ、なんだかんだ編集する時もこっち側に、プレミア起動して、でこっちに録画ファイルとか素材とかそういうファイル系表示したり、まあ分からんことがあったらすぐ検索したりとか、なんだかんだデュアルモニターで結構作業効率を上げていますっていう感じですね。それからこの可愛いスピーカーちゃん見てください。これこの真っ白のスピーカー、このスピーカーは、オーディオエンジンのスピーカー、オーディオエンジンだって多分合ってたはず。ちょっとこの音響機材に関しては本当に疎くっていろいろ調べたんですけど、このスピーカーを押してる人が結構多かったのでちょっと奮発して買いました。ゲームやるときはこのスピーカーから音出してやってるので、まあ、結構贅沢品ですけど音の臨場感楽しませてもらっております。そしてこのスピーカーの間には、このモニターラック、これも Amazon で適当に選んだやつなんですけど、色がホワイトで幅が80センチのものを探したらまあこれだったって感じですね。こういう金属系の素材になってます。でこのモニターラックの下にこうやってケーブルを固定してまとめてたりとか、でこれはイヤホンの端子の延長コードでこっちの左側のモニターにつながっているので、収録とか配信するときはこのイヤホンの延長のところにイヤホンを挿してゲームしてます。
まあ、このモニターに直接挿すこともできるんですけど、端子がこのモニターの裏側にあってちょっとめんどくさいのでここに延長してきています。で、これがアンカーのパワーウェーブスタンドっていうやつで、あのスマホを立てかけて充電するやつですね。いつも作業してるときは、まあ、ここにスマホを立てかけて、まあ、通知が来たらここでチェックしたりとか、ここで YouTube 見ながらやるときもあるし、そんな感じで使ってます。で、このパワーウェーブのケーブルは固定してなくて、こう動かせるようにしています。で、これがケースに入っちゃってるけど、これ MacBook と iPad、まあ、iPad は結構頻繁に使うんですけど、 MacBook はね、もう正直あんま使ってなくて、もうノートパソコンなしもなーと思って残してます。iPad は最近買い替えて、2021年のモデルの 12.9 インチを使ってます。このオレンジのねケースめっちゃ可愛いんですけど、これ Apple の純正のやつで1万2000円ぐらいして、マジこの Apple のロゴに1万円ぐらい払ってると思う。で、これは、MacBook のケースなんですけど、モフトっていうメーカーのやつですね。知ってる人もいるんかな、いるんちゃうかな。このケースがマジで万能で、ちょっと片手で取るのむずいけど、よいしょ。で、こんな感じでこう折り込みの線がついているんですけど、これをねこうやって引っ掛けて組み立てることで、この PC スタンド代わりにもなるっていう、こうね斜めに高さを出してくる。あ、電源ついた。よじないよじない、マック君。これ2段階で調整できるようになってて、今この蓋の部分を引っ掛けたんですけど、今度はこの横っちょのところをこうやって折り込んで、さらに角度をつけて PC を立てかけることができます。 MacBook がね16インチのでっかい方のやつなんで、なかなかね可愛い PC ケースがなくて困ってたんですけど、このモフトのはデザインもいいし機能性もバッチリでめちゃくちゃ気に入ってます。 PC と iPad はこの中にしまっておいて、はい。で、さらにちょっと見えにくいんですが、この PC とかの隣には、これはゲームキャプチャーですね。ゲームキャプチャーがここにもう固定しちゃっています。で、ここでこのケーブルを差し替えて切り替えることで、この黄色のテープがついてるのが Wii につながってるんですけど、今つながってるのがこれスイッチで、このガジェットを切り替えられるようになっています。で、もう一個奥にこの予備の HDMI も入ってて、で、 iPad とかつなぐときはこれでこう iPad とキャプチャーボードを、つなぐって感じですね。ちょっとキャプチャーボード全然見えへんな。あ、これでよう見えるわ。キャプチャーボードはちょっと見えにくいけど、L 型の HD60S を使っています。で、このモニタースタンドの上には小物系を飾っています。このコップは完全に飾り物として使ってるんですけど、イラストレーターのウンピスさんのすずりで買ったグラスです。可愛すぎて飾っちゃってます。右側は、これも ZOZO タウンで買った適当なトレーに、まあ、よく使うヘアクリップとか、まあ、このイヤホン系とか、あとこのモアリップも普段よく使ってるのでこの中に入れてたりとか、あとこれ Fire TV のリモコン、サブモニターはちなみに Fire TV も一応つなげちゃって、まあもうこっちでブラウザの YouTube 見るようになったから、まあ、あんま Fire TV は使ってないんだけど、一応 Fire TV も見れますよと。あとこのセイコーの時計、結構デスクの上に置く時計いろいろ悩んで、結構配信する時とかに1秒とかを気にするから、デジタルで秒まで見える時計を探してて、まあこれになりました。これなんか多分陸上競技のタイマーを模してる感じだよね。あとこれはリンクのアミーボ、これねめっちゃよくできてるよな。このリンクのアミーボはね、ブレワイ配信のために他にもいろいろお願いしたんですけど、
こいつだけ可愛くてここに飾ってます。ほんでスピーカーの上にこの透明のキューピーちゃん、これも完全に飾りもで、これがコントローラーの発音コントローラーのスタンド。このスタンドは山崎実業のやつですね。タワーっていうあのブランドの、 あの収納グッズ、よく東急ハンズとかで見かけると思うんですけど、そのタワー作ってる会社のやつですね。これね、本当はこれをこのこっちの棚の中に収めたかったんですけど、ちょっと高さが合わなくて、でもちょっと机からはみ出ちゃってるんですけど、ここに置いちゃってます。で、このモニターラックの手前が全部この作業スペースになっていて、これが普段使ってる、マウスとキーボードですね。キーボードは、ハッピーハッキングキーボード、通称 HHKB というメーカーブランドのやつを使ってて、結構ねファンが多いキーボードでして、まあ、ちょっとこれの凄さをね語ってたら動画の趣旨とずれちゃうので割愛するんですが、めっちゃ使いやすい。で、マウスはこれはロジクールのトラックボールマウスですね。このマウスはこのトラックボールを動かすとマウスのカーソルが動くようになっています。まあ、ブラウザと見るときは普通のこうやって動かすマウスでもいいんですけど、編集するときがこのトラックボールマウスの方が使いやすくてこれを使っています。で、このね形がすごい手が楽なんですよね。あとこのボタンがちょこっとだけついてるんですけど、ここにもちょっとだけショートカットキーをワイヤー当てたりしてて、一番大変なカット編集とかがすごくサクサクできるようにカスタムしています。あとこいつがストリームデックと言って、なんて言ったらいいやろ、ショートカットキー、ショートカットを割り当てられるボタンパネルみたいな説明下手やな。こう、まあ、いろいろこう動いてるボタンがあるんですけど、このボタンにこう好きな機能を割り当ててカスタムできるようになってるんですよ。まあ、名前もストリームデックなんであれなんですけど、まあ、ストリーム、生配信用にこれを使っています。レコーディングとかライブとかオープニングエンディングとか書いてあるけど、まあ、これシーンの切り替えとか、あとこの下段のこのうまいやん太郎とかもぐもぐくんとか、まあ、最近使ってるこの配信のオリジナルキャラクターのアラートを素早くここで出したりとか。このガジェットはまあ名前はストリームデックですけど、別にここにあのよく使うアプリを開くショートカット割り当てたりとか、結構使い方めちゃくちゃ自由なので、ストリーマーさんだけじゃなく結構そのパソコン周りの仕事が多い人は超おすすめのガジェットですね。あとこの大量のガジェットたちのケーブルはね、下こんな感じになってます。まあ、だいぶごちゃごちゃして見えるかもしれないけど、これでもだいぶまとまっている方。この左側のこの白いケーブルたちはこのここにまとまってるケーブルなんですけど、これはこう出し入れしやすいように結構あえてまとめずにこうダランとさせちゃってるので、めちゃくちゃ汚く見えるけど。で、このケーブル収納、机にここクランプで固定するような形になってて、やっぱね床に置いてるとホコリ溜まっちゃってちょっと危ないから、こんな感じで浮かせて収納しています。それからですね、こっちの棚も見ていきましょうか。まず一番下はこれね、ガレリアのゲーミングパソコンくんですね。最近導入しました。パソコンのスペックは多分まあまあ重たいゲームでも遊べる、まあ、編集も結構やるから割とゴリったんですけど、どうなんですかね。で、この一段上、ここには、ゲーム機とか雑貨系のものを置いておりまして、で、ちょっとかさ上げするためにここに、これは IKEA のコーヒーテーブルみたいな感じかな、これを使ってます。で、このテーブルの下に、ウィーリモコンとか、ヌンチャクとか、なんかケーブルとか、あとあのジョイコンのあの外した時にくっつけるあの黒いやつとか、ああいうのをここに入れたりしてます。
これペン入れはこれは任天堂東京で買った土管のペン立って、これめちゃめちゃ作りしっかりしてて超重たいのよここによく使う文房具入れてて、でこの隣の黄緑のこの謎の物体、これはこれも小物入れで、この上に置いてあるこのなんやっけ、この栗まんじゅうがめっちゃ増える、これこれ、そう多分この漫画のシーンをこう模してるフィギュアなんですけど、このフィギュアはまた別のやつで、この小物入れにもともとついてるやつってわけではないです。この小物入れはこの上部分がこう蓋になっていて、でこの中にはまあちょっとした文具系の小物をこんな感じで、よいしょ、あこうそうそうこんな感じで、なんかメジャーとかなんか印鑑とかなんかそんな感じのものですね。でこれは無印のデスク用のちっちゃいゴミ箱、これもよくデスクワークしてる人はマジでおすすめ、これ本当におすすめですそれとこれはあれか、アンカーのサウンドコア、これあんま使ってない。でその上にちょっといきなり現れちゃったけど、これはホロライブの犬神コロネさんのグッズですね。リスナーさんのぬいぐるみと細犬のぬいぐるみ、犬神コロネさんはもう大ファンで、このグッズは本当にさっき届いたばっかりで、またこっちにもちょっとぬいぐるみ、これはキラーのぬいぐるみです。このさ、これも任天堂東京で買ったんやけど、このキラーなのにふわふわっていうギャップがちょっと可愛くて買っちゃいました。この段は結構まあ文房具系を飾ってます。飾ってない。しまってます。ペン入れとか、あと、この入れ物は、なんかシールとか付箋とかそういうのをちょっとしまってて、で、この奥の工具箱も、これも無印のやつなんですけど、この中は、ケーブルとかそういうのをしまってます。で、あとこっちも、これも無印のプラスチックの箱なんですけど、この中に、まあちょっとチラッと見えてるけど、リンクのアミーボたちが格納されております。まあ飾ろうかなと思ってたんですけど、ちょっと部屋の雰囲気に合わなくて断念しましたでこの上にもちょっとした小物を置いてますね。あと S 字フックで引っ掛けてる、これはこれも無印のあのホコリ取るやつで、一番上の段は任天堂東京で買ったこれハテナブロックの本当はライトなんですけど、ちょっと一瞬で電池なくなっちゃった。あとこれはユニバのあのスーパーニンテンドーワールドで買ったトコトコマリオっていうおもちゃですね。これめっちゃ可愛い。で、あとは本ちょっとだけ。こんな感じですかね。撮り始めたのまだ明るかったのにちょっと夕方になっちゃったよ。ささこはいつもここで動画編集などを行っているというわけでございますね。ということで、ご覧いただきありがとうございました本当に小物とかも含めると結構満足いく完成形になったのは本当にここ最近だったので、本当ルームツアーやるやるって言ってめっちゃ遅くなっちゃったんですけど、こんな感じでしたちょっと YouTuber っぽいことやっとくかチャンネル登録、高評価、コメント、通知ボタン、私、ツイッター、TikTok、TikTok やってない。ツイッター、インスタグラムやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それでは、また明日、いや、明日じゃない。また今度、バイバーイ。